魅力はやっぱりおおらかさでしょうね。おおらかさと自由さ、自由奔放なところでしょうね。他にはやっぱりそれは気候的なね、あの魅力もあるし、ただやっぱり文化もそのこんな小さい島だけど、その中国の影響も受け、日本も影響も受け、その他いろんなところがミックスされてる。沖縄の文化、三日のチャンプル文化と言われるけど、やっぱりそういうところだと思いますね。